皆様ごきげんよう。ナイスク新刊紹介のお時間です。司会は私、憲法と聞くと、六法全書がまず頭に思い浮かぶ太田が担当いたします。今回は9月に出版されました、令和出版社のイラストでわかる集団的自衛権をご紹介いたします。この本を担当された小宮さんにお話を伺いたいと思います。小宮さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずこちらの本なんですけど、どういった人に向けて制作された本なんですか？そうですね、最近そのニュースとかで、はい、集団的自衛権の話がよくあったりするんですけど、ただ集団的自衛権って聞いて、なんだっていう人って結構、おそらくいると思うんですね。で、実際この本を読んでみて、その集団的自衛権、その詳細が、説明されてありますので、その集団的自衛権って、何だろうっていうふうに考えているような人に、ぜひ読んでもらいたいですね。要は集団的よく聞くけど、なんか実際どうなのっていう人。そうです、そうです。実際なんかそういう中もイラスト図解がたくさんあるんですけれど、やっぱり苦労したところも多いんじゃないですか？そうですね、集団的自衛権っていうと、ちょっと話がやっぱり難しくなりそうなイメージが多分あると思うんですね。で、例えば、ネットとか そのサイトとかで、こう調べてみたり、他の本とかこう見たりしても結構難しい言葉が使われていたりとかして、読んでもよくわからないっていう人も結構多いと思うんですが、この辺この本は、その右ページにその実際 その解説が入っていて、左ページにその図解で説明されているんですかね。なので、この図解を作るっていうのは結構大変でしたね。いかに、分かりやすくするかっていうのが、結構大きいポイントなので、この図解作るっていうのは結構大変でした。これは各ページにそれぞれあるんですよね。もう全部のページに入ってます。本当に分かりやすく、そうです、文章自体も分かりやすく読みやすくなってます。そうですね。で、あと、クローポイントとしてはもう一つあるのが、集団的自衛権ということで、ホットのニュース、つまり早く出版したいという、用途があるんですね。なので、その制作期間が、短かったっていうのが結構クローポイントでもありますね。こちらの本はどういった人に読んでもらいたいですか？そうですね、やっぱり集団的自衛権って、何だろうって考えているような人にぜひ読んでもらいたい本ですね。はい、ではありがとうございます。はい、こちらの令和出版社より出版されましたイラストでわかる集団的自衛権は全国書店、Amazon にてお買い求めになれます。ぜひ買って読んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上でナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。